いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド三歳馬が栄光の菊を目指します。スタートを切りました。17頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。ダスティレーラが先手を取りました。リビアングレスがその後ろ、それからバクスオテマニカ、サボーナがかわしていきました。ダノントルネード、それから3番シーズンリッチ、ノッキングポイント、その外にバントムシーフ、そして内からは11番サトノグランツ、それから足毛の馬体ナイトインロンドン、外を通って17番ドゥレッザ、その後ろでやりましょうか、トップナイフ、そしてその外にマイネルラウレア、ちょっと離れて12番ハーツコンチェルトでやります。その外からはソウルオリエンス、そしてその後ろからウィンオーディン、しんがりから湘南バシット。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭サブオーナー、その後ろ3馬身くらいあって6番リビアングレス、それからもう1頭バクスオテマニカ、外を通りましてタスティエーラ、そのうちに4番ダノントルネード、そして6番手に3番シーズンリッチ、9番クリゲの馬体ノッキングポイントでやります。そして外からはファントムシーフ、内を通ってサトノグランツ、人も馬も一息つく第2コーナーです。それから離されましてドゥレッザ、そのうち13番ナイトインロンドン、そしてその後ろからトップナイフ、その外10番マイネルラウレア、ちょっと離されまして12番アーツコンケルト、これが一番人気のソウルオリエンス。横山騎手、この手応えはどうか。ウィンオーディンがそのうちにいます。一番後ろに16番湘南バシットでやります。流れるようにレースが進んでおります。先頭行く8番サブオーナー、3馬身リード、これを追って6番リビアングレス、それからもう1頭5番バクスオテマニカ、その後ろでやりましょうか、ダスティエーラ、内を通りましてダノントルネード、シーズンリッチ、外から1頭ノッキングポイント。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く青い帽子はサボーナ、懸命に手を動かして坂井とリビアングラス、ウィンオーディンが差を詰めてきた。怖い馬が来た。2番ウィンオーディンだ。先頭意地を見せるか、ソウルオリエンス。先頭横山とソウルオリエンス、ウィンオーディン懸命に追った。外をついてウィンオーディンが来ている。ソウルオリエンス1着、1番人気に見事応えました。当然の結果ですね。1着14番、2着2番、3着11番以上のように確定しました。いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド三歳馬が栄光の菊を目指します。ゲートが開いて飛び出した。17頭でやります。ちょっと出遅れたんでしょうか。10番マイネルラウレア、ダッシュがつきません。果たして何が行くのでやりましょうか。サボーナが行く構え、それから5番バクスオテマニカ、6番リビアングレス、外から行こうというところ、そしてその後ろからダノントルネード、それからダスティエーラ、シーズンリッチが並んでいます。ファントムシーフ、内を通りまして11番サトノグランツ、9番クリゲの馬体ノッキングポイント、それからもう1頭ドゥレッザナイトインロンドン、その内からはトップナイフ、それから2番ウィンオーディン、その外にソウルオリエンス、それからもう1頭湘南バシット、10番マイネルラウレア、もう1頭12番アーツコンチェルト。流れるようにレースが展開されています。依然先頭8番サボーナでやります。これを追って6番リビアングラスでやります。第1コーナーに向かいます。17頭、内から1頭バクスオテマニカ、そして4番手にダノントルネードでやります。外を通りまして7番ダスティエーラ、そして内からはシーズンリッチ、サトノグランツ、その後ろでやりましょうか。15番ファントムシーフ、人も馬も一息つく第2コーナーです。17番ドゥレッザ、そのうちノッキングポイント、それから足毛の馬体ナイトインロンドンであります。そのうちにトップナイフ、ウィンオーディン、そして一番人気のソウルオリエンス、うまくいっているんではないでしょうか。そして外からは16番湘南バシット、それから足毛の馬体マイネルラウレア、そしてその外に12番アーツコンケルト。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然として8番サブオーナー、そしてその後ろから6番リビアングレス、バクスオテマニカがそのうちにいます。そして4番手に4番ダノントルネードでやります。その外7番ダスティエーラ、内を通って3番シーズンリッチ、サトノグランツが上がってまいりました。
大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場。ソウルオリエンス手応えはどうか。さあ抜けました、サトノグランツ。ソウルオリエンスが差を詰めてきた。ハーツコンチェルトも追い込んできた。外から一頭ソウルオリエンス、外をついてソウルオリエンスが来ている。外をついてソウルオリエンスが来ている。サトノグランツ一着菊花賞、勝ったのは11番サトノグランツだ。勢いがありますね。1着11番、2着17番、3着7番、以上のように確定しました。さあ菊花香るこの時期に毎年展開される菊絵巻 3000m の長丁場は騎手の腕の見せ所です。ゲートが開いて飛び出した17頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。ダノントルネードが行く構え、サボーナがかわしていきました。バクソートマニカ、それからエビアングレス、そして5番手にシーズンリッチ、その外タスティエーラ、9番クリゲの馬体ノッキングポイント、15番ファントムシーフ、11番サトノグランツ、そしてその外にドゥレッザ、内を通ってライトインロンドン、そしてその後ろからトップナイフ、それから足毛の馬体マイネルラウレアであります。ハーツコンケルト、2番ウィンオーディンが上がってまいりました。その外に16番湘南バシット、後方から行きますソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。もう一度先頭から行きますと、先頭を行く8番サブオーナー、3馬身リード、これを追って6番リビアングラスであります。17頭が第1コーナーに向かいます。そのうちバクソートマニカ、ダノントルネードがその後ろ、これと一緒にシーズンリッチ、そして6番手に7番タスティエーラであります。それからもう1頭9番ノッキングポイント、その外からはファントムシーフ、そしてその後ろから17番ドゥレッザ、内から1頭サトノグランツ。さあ向こう流しに入りました。外から1頭13番ライトインロンドン、トップナイフ、10番マイネルラウレア、2番ウィンオーディン、ハーツコンチェルト、ほとんど馬体が合っています。そして外からは16番湘南バシット、ソウルオリエンス、オレンジの帽子が馬込みで入れています。前でありますが、前8番サボーナがレースを引っ張るようになりました。3の字型になっている京都の難所下りであります。その後ろ3馬身くらいあってリビアングレス、そして内からはバクソートマニカ、それからもう1頭ダノントルネード、そのうちにシーズンリッチ、そしてその後ろからタスティエーラ、外を通ってノッキングポイント。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線ソウルオリエンス、直線伸びてくるのかどうか。先頭行くサボーナ、いっぱいになった。ソウルオリエンスが間から突っ込んでくる。サトノグランツが差を詰めてきた。先頭川田とサトノグランツ、ファントムシーフが2番手、外を通ってファントムシーフ、外を通ってファントムシーフ、サトノグランツ1着菊花賞、勝ったのは11番サトノグランツだ。勢いがありますね。1着11番、2着15番、3着14番、以上のように確定しました。さあ菊花香るこの時期に毎年展開される菊絵巻 3000m の長丁場は騎手の腕の見せ所です。スタートを切りました。17頭、5番バクソートマニカがちょっと立ち遅れ、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ、控える馬、行く馬、思惑通りに果たしていくのか。8番サボーナが上がってまいりました。そしてその後ろから6番リビアングレス、それからダノントルネード、シーズンリッチ、タスティエーラがかわしていきました。それからファントムシーフ、内を通ってバクソートマニカ、9番クリゲの馬体ノッキングポイントであります。そして外からはサトノグランツ、それからもう1頭ライトインロンドン、トップナイフ、もう1頭17番ドゥレッザ、それから足毛の馬体マイネルラウレア、その後ろ3馬身くらいあって12番ハーツコンケルト、ウィンオーディンがそのうちにいます。外から1頭湘南バシット、 1000m 通過タイムは1分2秒から3秒、まずまずのペースであります。後方から行きますソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。まさに菊絵巻です。8番サボーナがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にリビアングレス、それから4番ダノントルネード、
その外からはダスティエーラ、シーズンリッチがその後ろ、それからもう一頭バントムシーフ、人も馬も一息つく第二コーナーです。その後ろでやりましょうか。5番バクスオートマニカ、そしてその外に9番ノッキングポイント、それからもう一頭11番サトノグランツ、その外にライトインロンドン、1番トップナイフ、これと一緒にドゥレッザ、それから足毛の馬体マイネルラウレア、そしてその後ろから12番アーツコンケルト、内を通りまして2番ウィンオーディン、外を通って16番湘南バシット、そのうちソウルオリエンス、流れるようにレースが展開されています。これが先頭、8番サボーナでやります。6番リビアングレス、4番ナノントルネード、その外ダスティエーラ、内から1頭シーズンリッチ、外を通りましてファントムシーフ、それから5番バクスオートマニカ。さあ京都競馬場は大歓声であります。先頭行く青い帽子はサボーナ、ダスティエーラ懸命に追う。これは阪神レース大混戦になった。かわすかかわすか、ダスティエーラが先頭に立った。ソウルオリエンスが差を詰めてきた。外から1頭ソウルオリエンス、粘った粘った、ダスティエーラ外からソウルオリエンス、ソウルオリエンスが襲いかかる。ダスティエーラかソウルオリエンスか、首の上げ下げ。さあこの1着は際どいぞ。当然の結果ですね。1着14番、2着7番、3着12番、以上のように確定しました。